初等中等教育局就学支援教材課の井出潮と申します。私からは高校生等への就学支援についてご説明いたします。私立小中学校等の家計急変世帯への支援について、入学後に家計急変した児童生徒の継続的な学びを支援するため、令和4年度から家計急変が発生した年度の授業料減免に加え、その後も低所得の場合には小学校段階の最長6年間または中学校段階の最長3年間支援を継続できるよう制度を拡充しました。令和5年度においては、令和4年度に拡充した私立小中学校における家計急変世帯の支援を着実に実施するための経費として10億円を要求しております。私学助成は都道府県の事業を支援するスキームとしているため、実施のためには各都道府県で制度を設けていただくことが必要です。また学校で児童生徒に対して授業料減免措置を行っていただく必要がありますので、各都道府県におかれましては域内の学校とも十分連携を行い、事業を実施していただくようお願いいたします。高等学校等就学支援金について、令和5年度においては家計急変世帯への支援の仕組みを創設することとし、支援に必要な経費として4144億円を要求しております。これに伴い、国の補助制度として実施している私立高校の授業料減免補助による家計急変者への授業料支援は就学支援金制度で実施することとなります。システム改修が必要な都道府県など引き続き準備を進めていただくようお願いいたします。また家計急変制度の詳細につきましては現在引き続き検討中でございますが、随時情報提供していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。就学支援金の執行について4点お願いがございます。1つ目はオンライン申請の促進です。 e 支援において今年の4月からマイナンバー事務手続きの見直しを行い、就学支援金のオンライン申請手続きを拡大したところです。都道府県におかれても、文部科学省において策定公表しているオンライン利用率引上げの基本計画及び e 支援の回収内容等も考慮の上、 e 支援の利用及びオンライン申請の導入推進を積極的にご検討いただきますようお願いいたします。マイナンバーカードを利用した API 連携につきましては、かなりの事務負担軽減になっているといった声が上がっております。事務負担の軽減、認定の早期化も図ることができますので、積極的にご活用をお願いいたします。オンライン申請により自己情報を提出する場合、速やかに認定手続きを行うことなどにより生徒・保護者の負担軽減が図られるよう引き続きご配慮をお願いいたします。2つ目は正確な情報提供等についてです。入学時に授業料徴収があると思っていなかったが、徴収の案内が来て困ったという相談が増えております。進学を希望する方やその保護者が困ることがないよう、就学支援金の取り扱いや授業料の徴収時期、徴収猶予などに関する正確な情報を事前に提供していただくようご配慮をお願いいたします。また授業料全額を負担することが困難な生徒保護者に対しては、プライバシーにも配慮しつつ授業料の徴収を猶予するなどの負担軽減措置を必ず取っていただくよう、学校設置者への指導もお願いいたします。3つ目、就学支援金制度の適切な運用確認の徹底について、可燃度支給や返還が依然として多い状況でございます。
誤りが生じないようチェック体制を整えるなど確認の徹底をお願いいたします。4つ目、審査請求の対応についてでございます。令和2年度の制度改正等により就学支援金の支給にかかる行政不服審査の請求が増えております。不認定になったことが不服であると審査請求を希望される方が多い状況でございますが、保護者からの問い合わせがあった際には各自治体において事実関係や不認定になった理由を説明するなど丁寧にご対応いただくようお願いいたします。特に個人情報であることを理由に保護者からの電話では不支給決定の理由を説明しない場合もあるとの話も聞いております。各自治体における個人情報保護条例にのっとりつつも、どのような手続きであれば情報が開示できるのかを丁寧に説明するなどの対応を取っていただくようお願いいたします。また所得制限があること自体やその基準額等が妥当でないといった制度そのものへの不服に対し、審査請求については文部科学省に聞いてくださいと教示している例も見られますが、制度そのものへの不服は審査請求することができないということを改めてご確認をお願いいたします。高校生等奨学給付金について、令和5年度においては、低所得世帯のさらなる教育費負担の軽減を図るため、非課税世帯の給付額を増額することとし、対前年度比11億円増の162億円を要求しております。奨学給付金の執行について、3点お願いがございます。1つ目は周知についてです。支援を必要とする人に支援が届くよう、リーフレットの活用など、制度の周知へのご協力をお願いいたします。2つ目は、奨学給付金の代理事業についてです。平成29年度の会計検査院の指摘を受け、参議院の決算委員会でも決議されておりますが、学校での代理事業が進むよう、引き続きご協力をお願いいたします。3つ目、早期給付についてです。保護者等の教育費負担を早急に軽減するため、早期給付についてご協力をお願いいたします。高校等で学び直す者に対する就学支援について、就学支援金と同様、本制度に家計急変世帯への支援の仕組みを創設することとし、3億円を要求しております。高校等専攻科の生徒への就学支援について、就学支援金等と同様に、本制度に家計急変世帯への支援の仕組みを創設することとし、4億円を要求しております。義務教育段階の就学援助について、学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を行わなければならないと規定されており、この定めに基づき、要保護者及び準要保護者への就学援助が行われております。この趣旨を踏まえ、公立学校のみならず、国立学校や私立学校に通う児童生徒に対する就学援助の実施についても、適切にご対応いただくよう、各都道府県市町村教育委員会に依頼しているところでございますが、公立学校に通う児童生徒のみを対象とし、国立学校や私立学校に通う児童生徒は、就学援助の対象外としている自治体も散見されます。各都道府県におかれましても、こうした現状を踏まえ、教育委員会とも必要に応じて連携いただき、支援を必要とする児童生徒に支援が行き届くようご対応をお願いいたします。
被災児童生徒就学支援等事業交付金大規模災害分について、大規模災害により被災し経済的理由から就学等が困難となった児童生徒等に対して都道府県等が就学支援等を実施することとなった場合の経費の一部を支援するための経費として所要額を要求しております。なお令和2年7月豪雨につきましては発災から3年が経過することから令和4年度をもって支援を終了いたします。被災児童生徒就学支援等事業交付金東日本大震災分について、被災自治体の要望等を踏まえ所要額を要求しております。資料はございませんが、高等教育の就学支援新制度の周知についてお願いがございます。大学生等を対象とした高等教育の就学支援新制度が令和2年度から開始されております。この新制度の支援対象が高校生等奨学給付金の対象世帯と重なる部分が多いため、奨学給付金の担当課にはぜひ周知に関するご協力をお願いいたします。経済的理由によって大学等への進学を諦める生徒を一人でも減らしていくことは、各都道府県の将来を担う優秀な人材を育てていく上でも重要なことであり、域内の市町村、学校とも協力して、中学、高校段階の早い段階における周知にも ご協力をお願いいたします。高校生等の就学支援に関する、説明につきましては以上でございます。関係者の皆様にはこれまでもご理解ご協力をいただいていることを感謝申し上げますとともに、引き続きご協力をお願いいたします。